ろ。忍びたるもの忘れはせん。心に合えば辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推薦。最も重要な任務、これは情報収集であった。故にこの現世においては愛知県の魅力を知って皆々様にお伝えしておく。では400年前我らが得ておった情報は敵方の情報であった。この情報は我らは何としても生き延びて主君にお伝えせねばならなかったのじゃ。臨京東社会人歴大戦、何としても生き延びる。初めて見たよ、ありがとうございます。我らも伸びしろたっぷりですか。まずは我らのことを知っていただこうと思います。うん、善殿、我が隊の紹介をお頼みします。かしこまり申した。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知の武将観光をより一層盛り上げるべく、東領である服部半蔵様を中心に6名の忍びが現世にて愛知の観光 PR 隊として生み出したんじゃ。主にここ名古屋城を拠点に任務いたしており、平日はおもてなし、毎週土曜日はこのように侍忍者ショーをいたしおるわけなんじゃな。おいで現世の
SNS なるものも任務をいたしておる。スタートリの何がござった？そうじゃ、まあ、あれじゃな、 Twitter、 つぶやき、 Facebook、 顔も、 Instagram、 Instagram、 そして YouTube、 お主のくだ、最後に TikTok でござりまするな。ゆえに皆の者、よろしければ現世のからくり機で服部半蔵忍者隊を検索してフォローしてくされな。お願いいたします。お願いいたします。さあ、そんな我ら忍者隊、お声がかかればここ名古屋城を飛び出すこともござりまする。来週とある戦に参りまするがゆえ、ぜひ先ほど申した SNS、 特に青木鳥のつぶやき、ツイッターなんかをフォローいたすと、我らの情報が手に入るということで、ぜひとも加勢の方お願いいたします。お願いいたします。それでは最後に我らの剣舞をご覧いただこう。参る。Thank you.